はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？そうです、 A2000 1787、このシリーズちょっと忘れておりました。続きやっていきます。前回はライニング、つまり平裏の汚れ落としまでやりましたんで、今度ここ捕獲作業していきたいと思います。それではどうぞ。はい、じゃあやっていきますね。まあ、通常このライニング、平裏に使うお手入れ道具といえば、いつも使ってるのはじゃじゃん、ソープの香り冷却消臭除菌スプレーですとか、メンテナンスクリーナーミストタイプ、これちょっとパッケージ変わってると思うんだけど、これもね、こうやってシュッシュって、あれ出ないぞ、シュッ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 って出るやつね。これもいいし、あ、さっきのでもやってみようか。これもこれ、ここやりやすいよね。けど今日はちょっとしっとりさせたいので、汚れは落ちたんだけどね。今日使っていくのはローリングスさんの保湿クリームになります。これはね、皮の捕獲にいいし、この、ほら、ハンドクリームみたいでしょ？プルプルです。で、塗りやすいし、で、ネトネトしないんで、これをね、いつもね、使ったりするんだけど、ちょっとやってみますね。こうもう指でいいです。こんな感じ。で、チュルチュルチュルってこうやって塗ってあげて、で塗り具合は皆さんこう手にハンドクリーム塗るのと一緒で、サラサラ、しっとりサラサラっていう程度でいいです。あんまり塗りすぎるとね、ハンドクリームもネチョネチョになるけど、だからそういうとこ気をつけて。でこれだったらね、こういうフィンガーループのところもこう塗りやすいし、指でできますからね、丁寧にね、細かいところまでこうケアできると思います。で奥の方もね、こうやってキューって入れてあげればね。でこれもそうですけど、ちょっと足りないかなと思うぐらいでとりあえず塗ってみて、で足りなかったらもう一回塗ればいいわけで、塗りすぎには注意をしてくださいね。こうやってよく伸ばして、いい匂いするしね。本当にこれハンドクリームみたいですよ。キュッ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 ね、はい、よいしょよいしょよいしょ、んここで、こっちが親指側もね。でこれ特にほらこのパティットサムだからね、これ柔らかい皮だから、やっぱりそれなりにこうよくやってあげて、よいしょ、うん、この裏側も指でチュチュチュってチュチュチュって、うん、よいしょよいしょ。なんならちょっとヘリ側の辺もね、裏側は硬くなりがちだから、こうキュッキュッキュッって、あとどこ、あ、ここやってないか。ループやってないのこれね、ここよいしょ、チュ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 、よいしょよいしょよいしょ、よしよしと。でちょっと確認してみます。しっとりしたかな、うん、
うん、匂いもだいぶ取れてきたね。ちょっと奥もやっとくか、まあ、隠れてるとこはそんなにね傷んでないと思うんだけど、一応よしよしよし、はい、しっとりしました。今日はここまででございます。はい、いかがでしたか。今日はね、この保湿クリーム使いましたけど、どんなのを使おうかなって迷った時に、ちょっとあんまりおすすめはできません、手が荒れる方がいらっしゃるんでね。こう実際にこうつけてみて、サラサラなのかな、ネチョネチョしてるのかな、水分多いかな、油分が多いかなとかね、塗ってみるとわかるので、うちではこういう風にね、違うしやっぱりね確認してますけど、まあ、皆さんはあまりやらない方がいいですけどね。いろんなオイルありますから、これだとね、こういう感じでしょ、半透明のとこ、ああこんな感じかっていうのね、肌触りで確認したりします。まあ、参考にはならないかなということでですね、今日はライニングのお手入れをしていきました。それでは皆さん、さようなら。